お疲れ様です。クマトラです。あ、じゃあね、ホイール、これね、まあ前回のトークでお話しした通りなんですけど、今純正に戻しました、ね、かっこよかったんだけどね、まあ、今後こちらにもっていうことでね、ちょっといろいろやっていきたいことがあるんで、こちらはノーマルで乗ることにしました。はい、ではね、今日はね、このこいつに履いてたホイール、ポッセの CVT、 これがね売れました。なんと、ありがとうございます購入者さん。ってことでね、梱包して発送したいと思います。そんな動画を撮りたいと思います。よろしくどうぞ。倉庫にタイヤが入ってるんで出していきたいと思います。はい、じゃあね、梱包の仕方、普段ね、僕タイヤを積み上げて保管してあったんですけど、あちら倉庫にね、これをこう置いてたんですよ。で、この上にホイール重ねてって感じで、傷つかないようにね。で、発送するにあたってどうしようかなって考えた時に、まあ、これでホイールの後ろと前をこう重ねて覆ってね、でラップ、なぜか一般家庭のおじさんの家にはラップがあります。これでぐる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 1本ずつ巻いて、ね、他の商品と当たった時に傷にならないように保護します。それで送りたいと思います。じゃあ早速梱包していきたいと思います。感じになりました。あとは3つやっていきたいと思います。
4本梱包完成しました。こんな感じですね。いや疲れた疲れたな。これはもうちょっともらっとくべきだったな、送料分。はい、じゃあ持ち込みたいと思います。ありがとうございました。今まで大きいホイール履けて嬉しかったです。また次のところへ行っても楽しんでください。いい人に当たるといいね。それじゃあ。